生活保護基準を上げろ。生活保護基準を上げろ。厚生労働省は当事者の声を聞け。当事者の声を聞け。生活保護基準は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を送る上でのナショナルミニマム、国民生活の最低限保障の基軸であります。それを引き下げれば、国民生活にさまざまな深刻な影響を出ることは明らかです。私たちが実際にどんな生活を送っているか、本当に丁寧に検証されたのでしょうか。今度引き下げられたら、そしたら本当に家の中でじっと吸い込まって、本当に命をつなぐための買い出しと病院に行くだけの生活になってしまうかもしれません。今回厚生労働省が生活保護基準部会の報告書を待たずに引き下げるという、しかも 13.7% 最大大幅な引き下げをするということに対して、それはおかしいじゃないかということを訴えたいと思って集まりました。今日最後の生活保護基準会がありまして、そこで報告書はまとまります。その報告書の中には、低所得者層との消費実態の比較をしたものがあるんですが、厚労省はその消費実態の比較で引き下げようとしています。当事者の方が切実に切々と訴えられておられましたが、今の保護基準高くないんですよ。で、私も3月まで生活保護職場、自治体の生活保護職場で働いていました。皆さんやりくりに本当に苦労されています。それを肌で知っています。それなのにさらにまた下げるっていうのはもうありえない、信じられないと思います。今回もそうですけども、ずっと当事者の声を聞いてくださいっていうことをお願いしたんですが、結局そういう機会なかったまま、すなわち生活実態を調べないまま決めようとしてるんですね。障害者の世界でもそうですけども、本来は当事者の声を、実態を知った上で政策施策を決めるのが当たり前、それがこの生活保護に限って言うと全くなされていない。このことはおかしいと思います。